1997年12月19日、一人の人物がこの世を去った。どうも皆さんこんにちは、出井でございます。この度本当に早稲田大学 その大先輩でありますし、ソニーの創設者であります伊深さんの追悼会でご挨拶をさせていただくことは本当に名誉なことだと思っております。伊深さんというのはやはり亡くなって1年経ってますますこの我々の心の中で存在がどん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 大きくなるような方です。伊深まさる、ソニーの偉大なる創始者。その精神は起業家の枠を超えて戦後技術発展の礎となり、世界に新しい文化をもたらした。今再び戦後になったと、やっぱりそういう意味でですね、やっぱり終戦の年に伊深さんがもうこの日本を起こそうと思ったような思いをみんな一人一人が持っていかないとダメだと思うんですね。人のやらないことをやる、他に一歩先んじる、夢を追い時代を先駆けた伊深。彼の見ていた未来とはどんなものだったのだろう。世界のソニーの小さな第一歩、それは終戦直後疎開先から伊深と共に上京した7人の仲間によって踏み出された。1946年、資本金19万円で東京通信工業株式会社を設立。創立にあたって当時38歳だった伊深が数日間徹夜して書き上げたのが東京通信工業株式会社設立主意書である。そこには会社創設の目的、経営方針など全16ページにも及ぶ伊深の熱い思いが綴られている。真面目なる技術者の技能を最高度に発揮せしむべき、自由闊達にして愉快なる理想工場の建設。自由闊達、伊深の信念は決して人の真似をせず大きな理想と志に向かって進むこと。戦前から伊深と行動を共にしてきた樋口明は当時の様子をこう語っている。ここですよ、この建物の下のバラックですよ。木造のバラックでね、これは日本機械機の倉庫だったんです。ここがね、そこを借りてきたんです。でさっき言ったその3カ所に分かれてたでしょ。でところが3カ所で不便で一緒がなかったんで、行ったところがたまたま伊深さんの知ってる人が五反田にいましてね、でこの日本機械機のそこの会社ですけどね、あの本社は日本機械機のビルですからね、日本機械機の倉庫が空いてるからあれ貸してもらえますよってわけで、それでその3カ所に分かれた工場が全部ここに集まったんですよ。嬉しかったですけどね。しかし雨は降るしね、床はデコボコだしね、えらい工場だしね、この下がね、バラックがね、でもうラジオなんかもね、僕なんかは、まあ、昔ラジオにいたから、ラジオやりましょうかって言ったらね、いや樋口さんね、戦争が終わればね、無線会社は全部軍の無線機やってたんですけどね、無線会社はもうたくさんあるんだから、そういうところはもう専門家がすぐラジオ始めるからね、我々がラジオやったってね、すぐ負けちゃうからね、ラジオはやらないよと。現金を得るために
試行錯誤しながらイブカのアイデアによって作り出された製品。それは決して満足のいくものではなかったが、斬新な発想の電気座布団は当時のヒット作となった。本格的な製品としてイブカが最初に目をつけたもの、それはすでに試作に成功していたワイヤーレコーダーではなく、当時誰も見たことのないテープ式の磁気レコーダーだった。開発はその後も数多くの製品を生み出した木原信俊が担当した。進駐軍の将校さんがね、多分東京通信工業ってどんな会社か調べに来たんでしょうね。そういう将校さんと仲良くなって話してるうちに、アメリカじゃこんなワイヤーでなくてテープ状のねリボンみたいなものから音が出るよってこう言われたんですよね。それをイブカさんが聞いて、で私に、君テープのみたいなあのレコーダーがあるそうだよアメリカには、とこうおっしゃったんです。そこでピンときて、それからもうすぐにあのテープレコーダーのね粉作りから始めました。こんなような瓶に入ってたんですよ、ね、週3台にです。でこれがまあまたすごくおおふわふわのね粉なんですよ、黄色い粉で、これをあのフライパンにで炒めてね、で還流するなんてそんな設備ないですから、であのフライパンでしゃもじで炒めてでだんだんあの水が蒸発して炭酸ガスが出てくと、あの茶色くなってくる。でラッカーであの溶いて粉をね、でラッカーを接着剤にしてテープの上に、塗りつけたわけです、筆でそういう時にあの伊深さんはいつもいらっしゃってね、あ筆使うんならね、日本で最高の筆はタヌキのね胸毛を集めた筆が一番あの細かくてしなやかで、で塗るといいんだよと。でもうすぐ自分ではすごく高かったんだろうけど、タヌキの胸毛の筆っていうのをいただきまして塗りました音が出ました。当時物言う紙と呼ばれた磁気テープ、その完成により東京通信工業は国産初のテープレコーダー G 型を発売。しかし16万円と価格が高く普及には至らなかった。イブカには生涯のパートナーがいた、森田昭雄。イブカと森田は戦時中に軍の研究会で出会い、互いの存在が気になったまま別れてしまった。その後二人を運命の再会に導いたのは、イブカたちの活躍を報じる新聞のコラムだった。13歳も年の離れた二人はまるで親友のように会社の未来について時間を忘れて語り合った。技術のイブカ、経営の森田。森田は常に未来を見続けるイブカを支え、夢の実現に向けて日々全力を尽くした。その頃評判になり始めていたテープレコーダーを見学に一人の学生が訪ねてくる。驚いたのはイブカさんがもう本当にこの当時私はまだ本当に若い学生でしょ、それにもかかわらずなんて言ったらいいんですかね、熱を込めてねテープレコーダーというのはこういうものなんだよと言って話されたんですけど。東京芸術大学で声楽家を目指していた大賀典雄、彼もまたイブカと運命的な出会いをした一人だった。当時19万8000円というのは非常に高かったんですよね、それこそ初任給の20ヶ月分くらいですかね。
ですからもうそれを大学から予算をもらって来ましたと言って現れたらもう飯塚専門ですがびっくりしたのを私覚えてますけれど、まあそれでこちらが、でも芸大を買うのはそこで飯塚さんたちがお作りになったものままでは困るんですと、こういうその仕様にしてほしいということで私が仕様書を書いて持ってきたわけですね。で樋口さんは今でもよく話されるんですけどね、いや驚いたね、若者がね君仕様書を持ってきたんだよって言うんでね、まあ、そういうことから飯塚さんと森さんと本当に親しくなって、まあ、それがご縁でついにソニーの会長までなったという感じですかね。それにしてもだけど飯塚さんも森さんもそういう一回の学生が来て文句をいっぱいつけるのに対してですね、非常に面白そうにニコニコ笑いながらいつも聞いてくださって、おいそれやってやるよとかですね、そういうようなことで、まあ当日としては本当によくやってくださったと思いますよ。発明家伊深勝、その名はすでに学生時代から知る人ぞ知る存在だった。人々をあっと言わせるようなものを次々と作り出していた伊深。その独創的な発想は技術者たちからも注目されていた。発明をどのように利用するべきか、未来へと続く伊深の創造への旅はこの時すでに始まっていた。大体その創造というものは、想像しちゃ、想像してはいけないというのは、ゲスをしてはいけないもんじゃないかしらと思うのです。未来を推測する予測するということはあんまり意味ないんじゃなかろうかと。それよりも未来ってのはそれをやろうという人が自分自身で作り出すところに一番意味があるのではなかろうか。そして伊深の目は当時の技術界の中心にあった真空管を一掃する新しいものへと向けられていた。戦時中疎開先の工場にいた伊深、彼が仲間と上京したのはなんと終戦の翌日のことだった。もうそれより、ね、1週間くらい前にね、まあ、伊深さんはいろんな情報を持ってましたからね。で樋口さんね、もうすぐ戦争終わるよってわけですよ。で戦争が終わったらすぐ東京行くからねってもうちゃんとこう宣言されてましてね。で伊深さんはもう戦争があったらすぐ東京に出て仕事始めると、うん、からまあその時に、同じあの会社の経営者でやってた伊深さんより上役になる人がいたんですけどね、まあ、その人なんかは、今さら東京出たって焼け野原行ったってしょうがないから、だからまあ当分向こうでもって食料もあることだしね、向こうで様子見ましょうよということでいたんですがね、まあ伊深さんはもうすぐ東京に出るってわけで出てきたんですよ。伊深が東京で目にしたもの、焼け野原と化した町、そこを進む進駐軍のトラックにはさまざまな装置が積まれていた。技術力の差、それは伊深に強い思いを抱かせた。日本再建、文化向上に対する技術面、生産面よりの活発なる活動。伊深勝は1908年、栃木県日光町に生まれた。製銅工場で働く技術者だった父佑と母沙。一家にこの上ない幸せが訪れたのもつかの間、佑は31歳という若さで他界してしまう。当時2歳だった勝はその後母が語る話を聞いて立派な技術者としての父の姿を胸の中で膨らませていった。伊深たちが開発したテープレコーダーが
ようやく学校教育用として普及し始めた頃、すでにイブカのものづくりの目はより大衆的なものへと向けられていた。いや、そのイブカさんから手紙いただいてですね、そのこういうわけで今度、いや森さんだな、手紙下したのは、イブカさんがこういう目的で、ヨーロッパへ行くんで、その夏休みを利用して案内してほしいという手紙をいただいたんですね。それで私はじゃあ早速そのそれぞれの会社に連絡を取って、こういう時に伺うから工場見学方お願いしたいと言って出しておいたんですね。一番初めテープレコーダーを作ったアイゲーという会社に由香さんをご案内して、それでこれが私の感じでは世界で一番音のいいテープレコーダーをね作ってる工場ですよと言ってご案内したんだけど、ちっともその興味を示さないんですよね。で、私がもう驚いたのは、日本出る頃にあれだけ熱心だったのにね、わずか 2,3 年の間に随分その伊深さんの興味の対象が変わっちゃったのかなと思って、なし伊深さんその半導体関係のところをですね、早くここに連れてけとかですね、そういうことを次から次におっしゃって、高周波のトランジスタ、つまり周波数の高いところで使えるトランジスタをどうやって製造するかということに伊深さんの頭はもうすっかり切り替わってて、もうテープレコーダーなんて全然興味を示されなかった。そして1953年、トランジスタの特許を持つウエスタンエレクトリック社と契約を結ぶ。伊深さんの偉いところは、このトランジスタをラジオに使おうということで最初から決心したんですよね。これはもうアメリカでもびっくりしたんじゃないですかね。で、アメリカ自身でもトランジスタっていうのはこれはもうせいぜい補聴器がいいとこだということでね。で、第一値段が高いし、当時でもって補聴器っていうのは当時の値段で1万円も2万円もしたんですからね。で、補聴器はもう非常に売れた商品ですからね。ですから向こうのウエスタンエレクトリックでもトランジスタでもって補聴器作れば日本はもう大変あんたの会社は儲かるよっていうようなことだったんですけど、伊深さんも補聴器なんか全然関心がなくてね、これでラジオを作るんだということですから、最初からうちの研究の連中っていうのはトランジスタをやるラジオに使えるトランジスタっていうもので取り付きましたからね。やっぱ発想が違うんですよ。目的へと向かう伊深の熱意によって独自のトランジスタの開発に成功。そして国産初のトランジスタラジオ TR55 が誕生した。世の中に役に立つ、人々が喜ぶものを作るというのが伊深さんの趣旨ですからね。で、それに一番合うのはトランジスタラジオでね、個人ですからね、個人がラジオを持てるというのはね、これはもう本当に夢だったんですよ。あの伊深さんというのは怖さ知らずですね、から必ずね技術は将来良くなると、そういう考えを持ってるんですよ。だから普通の人はもう学者さんがねこれダメだって言えばもうやめちゃうんですね、普通はね。それをもう自分で開発しようという考え方がね他の会社にはなかったんですね。だからトランジスタを導入して世界中がねこんなラジオだとかテレビだとかもうすごい今の時代のトランジスタ時代になるとは誰も思わない時に、ソニーがコツコツとあのラジオまで作って、ここにありますよね。現役で動いて、え、変えたのは電池だけ。トランジスタの知名度を高め市場を拡大するために、伊深と森田は勉強会を開いた。同席していたのは松下幸之助と早川徳次。それはまさに飛躍的な発展を遂げる日本の電子産業幕開けの瞬間だった。より小さくコンパクトに、トランジスタの開発によって次々と生み出される国産初、世界初の商品、
技術による文化の向上、それを目指すイブカの思いは次々と形になっていった。 SONY、 これはラテン語の音と坊やという意味を持つ言葉が合成されたもの。何よりも呼びやすさを重視したこの4文字には世界を相手にするという意気込みが現れている。幼い頃のマサル、彼のあだ名は小足屋マサルちゃん。時計や複雑なおもちゃなど興味を持ったものは何でもすぐにバラバラに分解してしまう。その好奇心に困り果てた親戚たちはマサルが遊びにやってくると慌てて時計を隠さなくてはならなかったという。ソニーの研究員時代に江崎トンネルダイオードを開発しノーベル物理学賞を受賞した江崎レオナ、彼はイブカの精神についてこう語る。その温故知新という言葉が日本人がよく使われる言葉で、それはまあある意味しますと Visit the past to find the guide と言ってもいいんじゃないかと思うんですが、ところがまあ Visit the future to find the guide とこういうことが必要だと。まあ伊深さんのおやりになったさまざまなことを見ましても、まあ、トランジスタというものの、その、商業的価値、そういうものをいち早く見つけられた。で、まあ、トランジスタ、ラジオ、あるいはテレビ、そういうものに非常に熱意を。これはそのビジットフューチャー、to find the guide 以外の何者でもないと思われるわけです。常に先へと向けられていたイブカの眼差し、それは終戦翌年の設立収書からもうかがえる。ファックスや電子メールを予感させる文字による通信機、番組を自由に選択できるラジオの放送システムは現在の多チャンネル時代到来を思わせる。イブカと共に技術の先端を歩んできた木原はこんなことを語った。8ミリのね、カチャ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 言いながら8ミリ映画というのを映してた時代、あれをイブカさんは、木原君はあの8ミリのねカチャカチャいう機械を電子カメラに、電子映画カメラにするよとおっしゃったんですね。そう言われたんじゃ私やらざるを得ないでしょ、私はそういうあの宿題もらっちゃったという手前、ビデオにも先進しましたね。ポータブルにしてカラーにしてね、カセットにして、でカメラと一体型ね、現在は、デジタルのねムービーになってますよね。ですから伊深さんはもう本当に、35年ぐらい前にもう予言をされてたわけですよ、今の時代を。はい、技術者伊深のものづくりの精神、その原点には常に明確な目的意識があった。より明るく鮮やかな画像を、技術上の困難にあえて挑戦していくイブカのこだわり、トリニトロンの開発、それはイブカたちにとって最大の難関ともいえる険しい道のりだった。トリニトロンっていうのはソニーから初めてトリニトロンになったんですけどね、あの元はアメリカであった、
オリジナルがありましてね、でこれをやはりうちのエンジニアが見て、三深さんに報告をして、この方式のカラーテレビというのはぜひやるべきだということで、最初車トロンということで始めましたけどね。いや、あの時はもう本当に僕はもう経理のことは分かんないけども、本当に経理的には随分危機に瀕したということを聞いてますけどね、だけどあれもやはり、本当にやり遂げました ね。やっぱりあれ、三浦さんがやる気になってなければみんながついてきませんよね、画像は鮮明ながらコストダウンに失敗したクロマトロンは売れば売るほど赤字が出る。責任を感じたイブカは自らがリーダーとなって新方式の開発に取り組んだ。決して諦めようとしないイブカ、その熱意が技術者たちの意欲を駆り立てた。一本の電子銃が三原色のビームを発射する全く新しい画期的なブラウン管の誕生。美しい画像のトリニトロンは世界的な発明として注目を集め、テレビ界のアカデミー賞といわれるエミー賞を受賞する。イブカの技術は世界の頂点に立った。イブカと技術者たちを結ぶ信頼の絆、それはどのようなものなのか。イブカさんが一番その素晴らしいところはね、技術者の心が分かると私は一言で言いたいと思うんですけど、さっきの話にも伝わるようにね。でイブカさんはこうふわっとこうこんなものあったらいいなとおっしゃったものを我々は受け止めてね、イブカさんの心が分かんなきゃいけないんですよ、ね、でイブカさんはこの技術者の心が分かっていらっしゃるから、こっちもそういうのを受け止められるんですよね。そんな夢みたいなことをなんで開発してんのとよその会社行ったら言われるかもしれませんよね。でもその夢を叶えてあげようと思ってね、で一生懸命技術者さんは精進してきたんですね。強烈な目的意識、イブカがよく口にする言葉。終戦直後のイブカの志はソニーの前身である東京通信工業株式会社、その創立の際に書かれた設立主意書に記されている。技術によって世の中に広く貢献していく。イブカのこの精神は遺伝子のごとく受け継がれ、現代のソニーを築く礎となっていった。後にイブカの後継者となった大賀典雄、彼はイブカについてこう語った。設立主義書というものをあんだけ立派なものが書かれててもですね、ご自身で私つい見なかったんじゃないかと思う。要するに昨日のことというものをさっと忘れちゃうんですよ。そうしてもう絶えずその時のですね、そのベストをいつも追ってられる方、夢を見るような目でね、いつもその将来をこう見ながら歩んでこられた方で、もうあれ本当に昭和21年にその終戦直後にですね、あれだけのことを書かれたというのは私は本当に立派なことだと思うんですよ。あるいは読んでみても本当に立派なことで書かれてますしね。ただ伊深さん自体はその一緒に仕事をしてて時々全然違うことをおっしゃいますからね。伊深さんっていうのはね、朝令暮改大いに結構という方でね、要するに朝決めたことでも夕方になってね変えるべきだというんですよね。だからその時にもう動いてたらね止めれいじゃないかと。要するに朝決めたってね、ここに変わる、要するに考えてみたらそっちの方が良かったら変えるべきだということで、
朝礼深い、大いに結構とよく言ってられましたから、常に時代の最先端をかけてきたイブカ。技術の進歩は世の中を目まぐるしく変化させていく。このままでいいのだろうか。足を止めた彼の眼差しはこれまでとは違った方向へと向けられていた。父がその進めた時代は非常にその科学ということによって生活も豊かになる、それからそれによっていろいろな知識、いろいろな体験をすることによって心豊かになるということを期待してやってた。で、その中でのそのポイントでの科学というのは伸びると思ってたわけですね。ところがだんだん、どれぐらいですかね、1968年ぐらい、オリンピック終わって東京、日本も非常にいい景気になってきて、暮らし自体は非常に良くなってきたと。だけどもどうも学生がにぎやかにいろいろやり出すというようなことで、その人一人一人のその気持ちというのか、心が何か置き去りにされたと。だんだんその科学と一辺倒ということではなくて、心の問題というものを考えながらバランスを取っていくと。で、そのためにどうしたらいいかということで、幼児をその時代にどういう体験をするか、それからどういうその思考能力を伸ばすことができるかというのが一つのきっかけとなって幼児開発ができてきたと。子どもたちがバイオリンを弾く。しかも幼年期の方がより習得が早い。幼い時の環境づくり、それがまだあまり注目されていない時代、イブカはすでにその重要性を誰よりも感じていた。これでバイオリンが持てるかな。幼児開発、心の豊かな人間づくり、そしてイブカの考えは母親の愛情が胎児の心にも影響するということにまで行き着いた。取れない、すごいすごい。2歳の時に父親を亡くしたマサルは、その後を母サワと共に愛知県の祖父のもとで過ごした。幼いマサルにとって最も印象的であった記憶の一つ、それは家に初めて明かりが灯った夜のこと。どんな風に電気はできているのだろう。明るく暖かい電気の光。マサルは毎晩毎晩好奇心で胸を膨らませ、一心にそれを見つめていた。まあ今日のように世界の GNP の 10% 日本が占めるといったものにおいては、本当に頂上まで達したんだと考えていいと思うんです。この時に私どもはやはりそのものではなしに心に目を向けなきゃならないという。ものから心へ。イブカの興味の対象は常に時代の先へと向けられていく。しかしその根底には、いかなる時代であろうと決して変わりえない強い目的意識が存在していた。マサルが9歳の時、母サワは再婚し、数年間親子は離れ離れになった。その時沢がマサルに残していった一冊の本、徳富健次郎の思い出の木。
幼くして父を失った主人公が自らの力でたくましく成長していく。マサルはそこに自分の姿を重ね合わせ、母の愛情を十分に感じながら寂しさを読書で紛らわした。終戦直後の設立主意書、会社創立の目的の最後を伊深はこう締めくくっている。国民科学知識の実際的啓蒙活動。1959年、伊深はすでに理科教育への資金制度をスタートさせていた。後にそれは理科だけでなく教育全般へと広げられていく。智子さん、はい、もっと大きな、飯塚かすみさん、企業で得た利益によって社会に貢献する。創立当初からの思いを伊深は着々と実践していった。どうもありがとうございました。疎開先にいた伊深の家族、そこにある一つの出来事が起こった。姉が戦後、昭和だから20年から21年頃ですかね、疎開中にえらい下痢をしましてね、それでそのショックっていうかために、それで母親の方からも厳しく叱られたということで、そのショックで、まあ今からすると多分自閉症だったと思うんですけども、その時代にはまだ残念ながらその心の障害ということの中で自閉症という言葉がなかった、そういう分類がなかったということで、まあ今で言うと何て言うんですか、知的障害者というような形になるんだと思うんですけども、そういう形でまあ父にしてみれば非常にショックだったと思うんですね。その将来のことを考えて、自分が亡くなったあともうどういうふうにその子が、僕の姉がですね、育つかと暮らしていくかということを非常に悩んで、自分のその娘を含めて、そういう人たちがこう暮らせるというか、のびのび過ごせるその頃にっていうんですか、そういうものが大切だと。積極的な伊深の福祉活動、それは知的障害者だけにとどまらず、身体障害を持つ人々に生きがいとしての働く場を提供するものまでに及んだ。そうした伊深の行動に惜しみなく協力をした一人の人物がいた。本田宗一郎。今日の日本自動車産業を活性化し世界へと躍進していった本田技研工業の創設者。気さくでざっくばらんな本田を伊深は兄貴と呼んで慕っていた。お母さんの間柄です。しかし皆さん、一つだけはご注意申し上げたいんです。私は熊本で一緒にゴルフやりましたら、私が一つ負けまして、そうしたらこんなにもたくさん私のチョコレートを取りまして、ただ取っただけならいいんです。それを写真に写して方々全部配ったという悪質な人でございますから、一つ博士をいただいたからって決して本人が良くなったということは言えませんので。さっきから本田さんがガウンを着て帽子をかぶれかぶれてるんですけど、さっきのビデオでご覧になったかもしれませんけど、帽子かぶってその40分話してるの話することはちょっともう
夢中になって帽子がどうやってガクガクしないかということばっかり気にして思うような話もできなかったわけなんで。性格はまるっきり正反対。しかし二人はもっと深いところで通じ合っていた。誰もが驚くような新しいものを、そして常に世の中のために、同じ夢を抱き真にそれを目指していた本田と伊深。二人は互いの存在を励みとし、さらなる目標へと向かっていった。何年からですかね、もう本当に私はこれに関しては君は貸したんだから君が好きにやってくれたまえというもんで、非常に、そういう意味ではやりよかったですし、大体呼ばれて君君って言って説教されたこと一回もないんですよね。いつももう伊深さんと森さんとに私は幸福なことに支えられながら自分でやりたいことをやってきた。自らが築いたソニーの未来、それを伊深は後輩たちに託し、自分にしかできない、やらなくてはならないものへと進んでいく。いや本当に伊深さんのようなこの綺麗な人っていうのはいないんじゃないですかね。本当に綺麗な人ですね、本当に。まあいろいろ仕事していくうちには、まあ、変な人も時々はいたけどね、よくトップが綺麗ですからね、それだけはうちの会社っていうのは誇りじゃないですかね、小賊子を、まあ、一生懸命引っ張ってってくれた本当に恩人なんですけどね、その伊深さんの考えてることは時々わからないことありますね、時に常識の枠から外れることさえある伊深の夢。しかし森田は常にその先にあるものを信じて伊深と共に歩んできた。50年という長い年月、そして森田の思いは一つの形となって実を結んだ。1992年、伊深勝は産業人として初の文化勲章を受章。の高潔な人柄が挙げられていることを何よりも喜び、その目を潤ませた。そして伊深は受賞後にこう言った。新しい分野でもう一つか二つ文化勲章を。伊深がその言葉の先に見ていたもの、その真意は結局誰にもわからないまま、1997年12月19日、伊深勝は89歳でこの世を去った。晩年ですね、これは家内が寝てる時に看病したら、今その沢さんが生きてらしたらね、その親父がどうしますかって言ったら、もう何でもしたいことをどこにでも連れてってあげたいし、何でもしてあげたいというようなことをね言ってましたんで、それはもう非常にやっぱり
のいかにあの母に対する愛情っていうのは深かったのかと思われますけど。未来へと一人旅立っていったイブカ。そして彼は想像の果てへと向かっていった。そこには一体何が存在するのだろうか。イブカの残していった言葉、それは現代の私たちへのメッセージに他ならない。だって私どもはもうちょっと自分を愛するってことをもっと徹底してやらなきゃならない。自分の家族ってものを守っていくってことももっと徹底してやらなきゃならない。自分のコミュニティ、あるいは自分の属する社会、企業、自分の加わってる団体というものをどう守っていくか、それから進んでこの日本って国をどうそのキープしていくか、引っ張っていくか、守っていくかというようなことを全ての人がもうちょっと配慮しなければ、自分が自分がと自分のことばっかりを言ってそれで済ませていけるという、そういうエゴというものが通用するしないんだという、そういう国にしていかなきゃならない。イブカ・マサル、彼が常に思い描いていた夢とは、暖かい電気の下で暮らす幸せな家族の姿だったのかもしれない。Thank you.